はいどうも皆さんこんにちは。今日は皆さんがめんどくせえな、書き方わかんねえよと思いがちな郵便振り替え、略してゆうふりの書き方を順を追ってわかりやすく説明します。もちろん男性の方も女性の方もどちらでも申し込みできますよ。面倒だなと思っていたそこのあなたも、これを機会にレッツトライ。まずは郵便局で郵便振り替えの用紙をもらってきてください。もちろん郵便局での記入も OK ですが、今回は自宅での記入方法で説明します。用紙の左上、口座番号の欄に左から001208261295とお書きください。その下の加入者名の欄に鉄パイプレーベルとお書きください。鉄パイプのパイプはひらがなです。お間違いのないようにしてください。その下の大きな四角の中、通信欄にはあなたの氏名と氏名の振り仮名、そして講演名ザ・ネクストと必要なチケットの枚数を記入してください。口座番号の右側、金額の欄に枚数に応じた金額をお書きください。1枚の場合は5200円、2枚の場合は9700円、3枚の場合は14200円、4枚の場合は18700円とお書きください。お一人様一口限り4枚までの申し込みとさせていただきます。通信欄の下にご依頼人の方の住所、お名前、電話番号をお書きください。こちらの住所宛てにチケットが発送されることとなりますので、くれぐれもお間違えのないように。続いて点線の右側です。同じく口座番号001208261295、加入者名鉄パイプレーベルと金額、お名前をお書きください。こちらは郵便局でお客様控えとして返却されますので、大事に保管しておいてください。それでは記入漏れはありませんか？記入漏れがありませんようでしたら郵便局へレッツゴー。せっかくのライブの申し込みです。暗い気持ちで向かわずに明るくテンション上げていきましょう。とはいえ近隣の迷惑にはならないようにしてくださいね。いよいよ申し込みです。郵便局に着いたら局員さんに用紙を渡してください。この時もちろんお金を忘れないようにしてくださいね。 ATM での振り込みもできますので、郵便局が閉まっている時間もATM をご利用ください。どうですか？簡単だったでしょう。面倒だなと思っていたそこのあなた、これを機会にレッツトライ。